杉田博史の眠れない夜に。こんばんは、杉田博史です。今夜も始まりました、杉田博史の眠れない夜に。今日もゆったりとした気分で日曜の深夜をお過ごしください。まずちょっといい話っていうことでいくつかお話ししたいと思うんですけれども、このラジオのこの番組を始めるにあたってどんな話をしようかなっていうことをいろいろ考えていくうちに、あ、そうだ、ちょっと自分の中のちょっとした出来事っていうのを話してみようかなっていうふうに思いました。先日、ある打ち合わせがあって赤坂に行って、で帰りに銀座線に乗ったんですね。で銀座線で渋谷駅で降りると、で改札で交通系 IC カード、パスモとかスイカとかをタッチするあれがあるじゃないですか、あのセンサー楕円形の、あそこにおばあさんが切符をこすりつけてたんですよ。切符をそのつけて、あれ、おばあさん何やってんのかなって、それ違うと思って、もしもしそれ違いますよって、そこじゃなくてこの切符はこの下の部分に入れてっていうのを教えてあげて、 ありがとうございますって感謝されたちょっとした出来事がありました。あれもちょっとしたいい話の1で、そのじゃあ2、以前ライブで横浜のフライデーでライブやった時に、僕ワインをいただいたんですよ。でワインいただいて、でワイン1本が入ってる袋を、持って、電車で帰りました。で家の近くのコンビニで、いろいろもう夜の10時11時過ぎなんで買い物をして、でレジに並んでお金を支払うという時に、そのワインの袋をボンって落としちゃったんですね。そしたらすっごいいい音、ボンっていい音がして、でああと思ったらもうそのワインがザーッと割れて床に広がっちゃったと。あれ参ったなって、もちろんプレゼントしてくれた人にも申し訳ないなと思いつつ、どうしようと思ったら店員さんが、いやいいですよいいですよ、そのままでいいですよって言ってくれて、ありがとうございますって言って、濡れた床は店員さんがきれいにしてくれたという、とてもありがたいというか感謝のいい良い話でした。次第3、先週お話しした僕朝ウォーキングしてるんですけれども、ウォーキングの最中にそのワインが割れちゃったコンビニなんですけど、その前にリードとか鎖が離れちゃってるブルドッグがいたんですね。あれ、よく犬を連れて買い物をしてて、その犬はどっかのね鎖をつけてっていう風にしてる人がいますけれども、その犬は何もついてなかったんですよ。大丈夫かなって近づいたら、おーっていきなり吠え始めてて、僕に対してですけれども、そしたらおばあさんもちょっとそこの歩道を通りたがっているらしくて、いやもうこれはしょうがない、僕がその犬を、抑えてなきゃいけないなと思って、よし僕はじゃあムツゴロウさんになろうと、ムツゴロウさんになった気分で犬に近づいていって、よしよしってしゃがんでよしよしとしたら、犬も気を許してくれて、懐くまではいかないけれども僕にくっついてくれて、僕はずっとそのリードを押さえてたんですね。おばあさんどうぞ通ってくださいって、おばあさんそこでその歩道を通っていって、しばらくしたらコンビニからそのワンちゃんの飼い主さんが出てきて、ああすみませんって言って出てきて、あ、よかった、飼い主さんが出てきてよかった、はいどうぞって渡したら、そしたらちょうど短時間の間にその犬がすごい僕に慣れちゃったのかもしれないんですけど、こう懐いてきて、なんか飛びかかってくるっていうか、まあ愛情の印なんですね。で腕をパク、カプか、パクじゃない、カプって噛まれちゃったんですねでもそれでまあ本当に甘噛みみたいな感じで噛んだんですけれども、ちょっと2つか3つくらい歯の点がついてしまいましてでもまあちゃんと狂犬病の予防接種もしてるんだろうなと思いつつ、いはいじゃあどうぞって言ってその飼い主さんに渡しました、でもムツゴロウさんだったら噛まれても全然痛くはないんでしょうねそんな感じでした。
そういったなんか街の風景っていうか、道、歩道であったり、駅からの道であったりとか、そういうのをちょっと思い出して、次は僕の楽曲を聴いていただきたいんですけれども、ウォークオブライフからね、道は続いていくという曲があります。これは自分の子供に対する親の愛情、駅まで子供を迎えに行って、で一緒に帰ってきて、それでこの子が大きくなってちゃんと成長して幸せになってくれたらいいなっていう親心を歌った曲なんですけれども、では、杉田博史ウォークオブライフより一曲聴いてください。道は続いていく。一人で歩く夜の小道を、君を迎えに駅までの道、明るい笑顔待ちきれなくて、一人で歩く早足の道、今日という一日にどんなことがあったとしても、輝いてる未来がいつも君に微笑みますよ。そんな想いを込めて歩くよ、ずっと駅までの道。二人で歩く夜の小道を、お腹空かせて家までの道、ただいまお帰り月も見ている。二人で歩くララ帰り道、まだ見ない明日という日に、何が待ち受けていようとも、安らぐところを君に届けられますように。そんな想いを込めて歩くよ、家までの道。おしゃべり弾む道は続いてく、楽しい時はただ過ぎてゆく、みんなで歩くかけがえのない道、いつか僕が旅立って星屑になったとしても、遠い空の上から君が幸せでありますように。そんな祈りを込めて歩くよ、明日
そんな祈りを込めて歩くよ。ずっと道は続いてく。杉田博史で道は続いてく、聞いていただきました。フレブルではなく普通のブルドッグに手を噛まれた杉田博史ですけれども、僕の家はもともと犬や猫、それで鳥とか旧館長、金魚とか、本当に僕の父親が動物大好きで、子供の頃からいろんな動物がいて、その中で、暮らしていたので、本当僕は大好きなんですけれども、よく犬派とか猫派とか言いますよね。で、皆さんどちらが好きですかね。僕は、どちらかというと、猫の方が好きかなっていうくらいですけれども、犬も大好きです。で、よく散歩中に犬を連れて散歩している方がいらっしゃるじゃないですか。なんかみんな犬と似てるような、飼い主と犬がなんか似てるような感じがするのは気のせいなんでしょうかね。なんかそういう気がしております。では、一曲また妄想ザ・ビートルズから聴いていただきたいんですけれども、 And I Love Her という曲を聴いてもらいたいと思います。この曲というのは以前、ビートルズが With the Beatles というアルバムで、デビル・イン・ハー・ハートっていう曲をカバーしたんですけれども、このデビル・イン・ハー・ハートっていうのはもともとアメリカのガールズグループドネーズっていうグループの曲だったんですね。それでマネージャーのブライアン・エプスタインがそのカバーをやる許可をドネーズのマネージャーさんに許可を取るのを忘れちゃって、というのもブライアン・エプスタインは当時、ネムズというレコード店を経営していて、マネージャーとしては本当素人で、その音楽が好きでビートルズが好きで、マネージャーを始めたわけで、その、レコードショップとマネージメントという二足のわらじを、履いていたと。それでとても忙しい日々だったので、ドネーズのマネージャーさんにその、許可をもらうのを忘れちゃったっていうので、もうとてもドネーズ側から、どうしてくれるんだっていうことを言われて、じゃあ逆に私たちに曲を作ってくださいよっていうことで、でその And I Love Her という曲があったんですけれども、その And I Love Her を And I Love Him という女性の立場からの曲に作り変えて、ドネーズにビートルズが、プレゼントしたといういきさつがあります。これは全部妄想で、私の作った話なんで事実ではありません。それでそういったことを妄想しつつ、ドネーズが歌ったらどうなるのかなっていうことでカバーしたのが And I Love Her なんですね。で、曲の中では And I Love Her がオリジナルですけれども、カッコ And I Love Him として、登録いたしました。なんか本当ね、こういったカバーを好き勝手に作っちゃっていいんだろうかって今更ちょっと思ってるんですけれども、この僕のアルバムをビートルズとても詳しい方がいらっしゃって聞いてもらったんですけれども、杉田さんこれ普通のメーカーからだったら到底 NG になっちゃいますよ、やっぱり杉田さんの自費出版だからこそできた感じですよね。でもそうなんです、ビートルズのカバーってとても厳しくて日本語にすることすらできないんですよね。以前レッド・イット・ビーを日本語化してライブで歌ったことがあったんですけれども、それをアルバムにしていいかっていう許可をもらおうとしたらやっぱり NG になりまして諦めたっていうことがあります。ではそんな中、僕の、自由な発想で作った、妄想ザ・ビートルズより一曲先ほど紹介いたしました、 And I Love Her And I Love Him という曲を聴いてください。
I give you all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, he brings to me, and I love him. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love him. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love him. And I love him.杉田博史、妄想ザ・ビートルズよりアンダイラブハーを聞いていただきました。皆さんは休みの日ってどんな感じで過ごしてますでしょうか。映画行ったり、運動したり、ショッピングしたり、部屋の片付けをしたりとか、休日っていうのは次の日からのまた仕事の、活力を培うために、あるものかなとも思っているんですけれども、僕ら J-WALK はね、休みの日でみんなで会って何かするっていうことはもうほとんどしな、ないですね。オフだからみんなで集まって誰々のうちに集まって何かしようよってことは本当に何もしないバンドなんですけれども、というのもまあ四六時中ずっと一緒にいるっていうことがまあ原因なのかなっていうふうに思うんですけれども、ツアーに出るとやっぱりオフがあるじゃないですか。ライブとライブの間のオフ、その時はやっぱりみんなでちょっと、そうですね、ゴルフをやったりスキーをやったり釣りに行ったりとか、まあ、スポーツ系ですね。あとはバッティングセンターとかね、スポーツセンターですか。以前ね、姫路でライブがあった時にちょうどまたオフがあって姫路のスポーツセンターにみんなで行ったんですよ。でボーリングとか卓球とかで、今言いましたバッティングセンターとかいろんな施設があって、それで夢中になってやっていて、で光安くんがそのバッティングセンターでやりすぎちゃって、ギターの光安くんがね、そしたらもう翌日のライブで指が動かなくなっちゃったっていう、なんかまあこれは言ってはいけないような話なんですけれども、ちょっとやりすぎ注意ってことですよね。ほどほどに。あと何も言えなくてが大ヒットした時に、そのレコード会社からご褒美ということで、全員メンバー全員ゴルフクラブをいただいたんですね。でハワイにゴルフに行きましょうなんて言って、本当ゴルフなんてやったことないんですけれども、いいですねハワイ、いいですねって言って、マウイですね、マウイ島まで行って、マウイ島の本当綺麗なゴルフコースに、この新品のゴルフクラブと新品のゴルフシューズを履いてみんなでゴルフをしたと。朝からやっ
て、で日が暮れた時にまだハーフも回ってなかったっていうくらいで、あの時はなんだろうな、楽しかったけど、あのゴルフもちゃんとしたスポーツなんで、しっかり、練習しなければダメなんだろうなっていうのは実感しましたね。でメンバー全員で行って、社長とかマネージャーとか、あの本当ね、今どこのゴルフコース行ったんだろうってちょっとネットで調べてみたら、いやいや本当にどこも海が綺麗で、あの山も綺麗で、景色が素晴らしくて、ああこんなとこ行ってたんだなって改めて、なんか感動とは言わないけれど、行かないけれど、本当あの素晴らしいところだったんだな。それで何もできないペーペーの、ね、いい大人が下手くそなゴルフでキャ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 騒いでたっていうのが、いい思い出になりました。で今は全然、僕やっぱり先ほど言いましたように、しっかり練習しなければ本当ゴルフはなかなか続けられないなっていう、のがあるので、今は全くしておりません。それでは休日というテーマでちょっとお話ししましたけれど、僕のアルバム思い出に手を振ってより一曲聴いてください。安らかな休日に。
杉田浩司アルバム思い出に手を振ってから安らかな休日にお聴いていただきました。そろそろエンディングの時間になりましたけれども、ではメールをご紹介いたします。質問です。私は極度の緊張しいなのですが、杉田さんは緊張することはありますか？もし緊張した時はどのようにして気持ちを落ち着かせているのですか、教えてください。ラジオネームのうさぎさんからですけれども、僕はやっぱり緊張しますね。普段何気なくっていうか普通に弾けるピアノでも、例えば本番とかテレビのあれとか、一度あったんですよ。ミュージックフェアでピアノからちょうど J オークとハウンドドッグで Will You Still Love Me Tomorrow をやるのに、なんか本番5秒前4秒前3秒前って僕がイントロピアノから入るんで間違えちゃって、ありゃありゃって、まあ生放送じゃないのでね、あれはまあやり直しが効くのでよかったんですけど、本当に緊張しましたね。でどのようにして気持ちを落ち着かせるのか僕も教えてほしいです。何かいいアイデアがあったら教えてください。リクエストは Don't Forget 日は沈みまた必ず昇る、あ、いい曲ですね。これはまた後日おかけしたいと思います。ありがとうございます。それともう一つ、トイさんという方ですけれども、ゴールデンウィークに浮気する、あの4年ぶりの浮気ですね。以前お話しした柿沼清志君とのライブでスタレビのカバースターダストレビューの追憶を歌ったんですよ。それがとてもね評判良くて、ちょうどあの根本かなめ君も、見に来てくれてて、すっごい良かったって言ってくれて嬉しかったんですけれども、リクエストします。そうですね、僕、まあ、レコーディングこの曲はしてないので、例えばこの番組で弾き語りとかできるようなことがあるならばちょっとやってみたいかなっていうふうに思っています。お楽しみにしていてください。それでは、僕の今後のスケジュールを、お伝えいたします。7月26日祐天寺 FJ's にて、青木翔くんとライブを行います。そして8月1日横浜フライデー、柳沢文夫さんとライブ、あと8月9日10日は神戸チキンジョージにて J-WALK 夏祭りという 2days を行います。来週は初恋をちょっとテーマにしてお話ししてみようかなとちょっと考えております。お楽しみに。番組では皆さんからの、質問やご意見リクエストなどをお待ちしております。宛先、メールアドレス hiroshi@musicbird.co.jphiroshi@musicbird.co.jp です。今夜もありがとうございました。お送りしたのは杉田浩司でした。来週もお楽しみに。おやすみなさい。一人寒い部屋で忘れた腕時計が一つ、二人別れた白い季節に、それでも時は過ぎてゆく。どうしてあなたの分からない。